互いの好きなところいっぱい褒めてください。普段絶対言わないんですけどダメだ気になる。え、知らないの？この人気持ち悪い。おい、台本とかも実は裏でやっていて。なんて言うの？え、待って、何言う？視聴者さんに私怒られたよ前回。付き合ってんだったらそういうことくらいしてあげなよみたいな。皆さんこんばんは。先日人生で初めて一人スタバをした元男の子の青木かのんと、アニメ鬼滅の刃に最近ハマってる渡るです。イエーイ。今回は久しぶりにトークを彼氏の渡るくんと一緒にしていくんですけども、何を話すかというと、お互いの好きなところ3つずつ話していきます。はい、いいとこないもんな、お前。あるだろ。どっちから行っていく？先攻後攻じゃんけんする？うん、じゃんけんする。ガチや。それ何が見えてんの？最初はグー、じゃんけん、全ガチってやつ。どっちもいいよ、俺は。じゃあね、私が先攻で、渡るくんのいいところ1つ目は、うんうん、ドタキャンしても怒らない。いや、まあ、そこだけ切り取ったらね、青木かのドタキャンするクソ最低な人間だって思われちゃうかもしれないんだよ。違いますよ、ちゃんと説明させてください。まずそのドタキャンっていうのは、ね、YouTuber やってるじゃん。一日のスケジュールがあんまり決まってないじゃん。ふわっとしてるよ。ふわっとしてるんですよ。で、それはやっぱりの撮影のその進行状況とか変動しちゃう、まあ、職業柄で、渡るくんと例えばじゃあ一緒にご飯食べようねとか、そういう時もごめん行けなくなっちゃったみたいなさ、うん、まさに昨日私と申し訳ないんだけど、いろいろちょっと打ち合わせとか入っちゃって、渡るくんとね夜8時半にねご飯一緒に食べようってなったのに、行けなくてごめんねって連絡したんですけど、うん、渡るくんは仕事をまず優先した方がいいから全然気にしないでって、俺そのまま帰るからみたいな。ああ、いいやつだ ね。で、そういうことが結構私今までさやっちゃってたじゃん。多くはないけどね。本当でも 1,2 回とかじゃん。いや、でも時間変更はめちゃめちゃあるよね。時間変更だとしたら、まあ8割方そうじゃん。1時間、2時間とかも、うん、本当になんかそれがね、わざとやってるんだったらちょっと許せないんだよ、うん、なんか仕事とかそういったなんかもう予測できないことで遅れるとかっていうのはもうしょうがないんで、逆に僕も仕事してる立場で、今日僕5分遅れたんですけど、うん、全然5分遅れたけど、やっぱりそういったものだから、お互いもうこの年でしっかり仕事もしてるわけだから、まあ、そこはしょうがないから。ただね、何がすごいなって思ったのかっていうと、渡るってさ、時間結構守る人じゃん。 30-40分前ぐらいに近くのカフェで一人でなんか本読んだりして、でもいきなりスケジュール変わっちゃったりしても何にも言わないじゃん、うん、結構時間かっちりしてる人ってなんか自分のなんかルーティーンを崩されると怒るっていうイメージがあるのね。自分の軸に合わせがちで。そう、分かる分かる。でもそういうところが一切ないっていうか、むしろなんか、いやもう俺カフェでなんか本読んでるから別にいいよみたいな、そこが私は素晴らしいなと思いました。なんかいろいろ持ち合わせてるからね。パソコンで仕事するなりさ、本読むなりさ。エロ本でしょ。あ、そう、エロ本さ、ちげえ。いっぱい褒めてください。普段絶対言わないんですけど、外見をちょっと褒めようかなと思って。いやでも動画見るのちょっと恥ずかしいんだよ。何外見なの？自信たっぷりじゃん。いや、ないよないよ。あの横がフェイスラインが本当に綺麗でキュンとするんですよ。これは本当。本当に？もう気持ち悪い。おい、バキやん。せっかくで、なんかその横がおって、うん、ある有名な方にちょっと似てんなって思って。え、ローラさん？ん？ローラピンやん。うん、まあ似てるけど、まあ、それより綺麗じゃないから。あ、何？私とローラさんだったらローラさんより私の方が綺麗ってこと？あ、いや、比較で言ったら、まあそうだね、綺麗。本当に？うん、綺麗。いや、やばい。でも、ローラさんよりも、さらにもう日本で横顔っつったら、この人でしょっていうのがいるの、一人。誰？あ、なるほどねって、みんな絶対腑に落ちる。有名人、この人。正岡子規。いや、クロちゃんじゃねえかよ。え、知らないの、この人。いや、名前聞いたことあるけど、え、男性なの？男性だよ。歴史のテスト、大体いつも赤点だったから、分かんなかったけど、え、綺麗。いや、もうどっちかって言ったらネタだよ。スキンヘッド、髪の毛ない人たちがフェイスラインにして正岡式ですとかっていうの。え、知らなかった。鉄板ネタで結構ある。バイキングの小峠さんとかはよくそれでやっていて、すっごい面白いから後で見てほしい。じゃあこんな感じでね、ちょ、勇気振り絞ったからフェイスライン踏めるとか。いやでもなんか正岡式比べられたのちょっとなんて日だ。うまいね。送って
くれること。送ってくれる、あの送り迎えとか。私は別にいいよ。渡辺ってさ、いつもさ会う時大体さ家の目の前にも出てきてさ、疲れーとか言ってさ、いつもさ出てくるじゃん、家のマンションから。いやいや、家の中で待ってろよみたいな、そういうの。渡辺の家で一緒に撮影とかして、じゃあ家に帰りますと、そしたら駅までじゃ あの行くよみたいな。で、めっちゃ外寒かったじゃん、その日。2度とか3度とか。あ、この間か。この間。で、私はジャンパーでおしゃれ着てるから暖かいんですけど、わじゃるくんは、なんかパーカーとか、なんか本当にスウェットで。突発的に出たから。で、私が、その日ですね、ちょっとポケット Wi-Fi っていうのが不調だったんだよね。うん、いつも私夜に編集マンに撮った動画とかを送ったりする作業があって、もうこのあと20分ぐらいで送んないと私編集マンさんに迷惑かけちゃうから、ちょっと一人でマクドナルドの Wi-Fi を使ってやるから帰っていいよみたいな、もういいよって、いやあの待ってるよみたいな、いや寒いしみたいな、そのマック、うん、ずっとドア開いてるから寒いから、うん、それでもずっとアップロードするまではちょっとここまで来たんだしいるよみたいな、いや帰れよと思って、そう、でもそれがすごいあの嬉しかったですね。 ありがとうございます。動画作ることに対して姿勢が素晴らしすぎて、そこはね本当にね、好きなところかつ尊敬するところ。面白いかな、動画的に。こんなに真面目に褒めてもらってさ、じゃあ私ちょっと変顔してるから、じゃあ今真面目トークしていいよ、バランス保つから。あ、分かった。いや、ダメだ、気になる。新幹線乗ってとかって、ちょっと動画の中が少し充実して面白くなればいいなとか、ほんと動画一つ一つに対してもう愛を込めて作ってるところとかすごいな。そういう姿勢があるから、なんかドタキャンとか、なんか遅刻とか別にされても全然気にならない。そこがね、いつも見えてるからね、近くにいて感じてるから、なんかそこに対して少し力になれるんだったら別に全然何でもやりますって感じ。ありがとうございます。説明すると、うん、新幹線をちょっと私がなんか旅動画っぽいことをしたんだよね、うん、見てる視聴者さんも一緒になんか旅してる気分になってほしいから、本当一駅区間だけのために、うん、本当だったら電車で移動する距離を新幹線乗るっていう、うん、でしかも新幹線って高いじゃん普通の電車に、うん、一駅のためになんで新幹線乗るのみたいなコメントあったんですけど、私の気持ちとしてはなんか新幹線がちょっと映るだけでもなんかワクワクするじゃん、今から旅に行く、旅行に行けるんだみたいなさ、たった10秒かもしれない、そのワクワク感を出すために私は新幹線選ぶよみたいな。いやね、ほんとすごい一人テレビ局だよね。だって台本とかも実は裏でやっていて作成してね、じゃあ今日はどういう風にやったら面白いかななんて考えてさ、しっかり今撮ってる。もうこの動画もじゃあ好きなところどういう風に伝えていこうかみたいな。あー、それはうん、まあ、全然いい全然いい全然いい。そう、私は台本っていうかその目次を作ってるんですよね、うん、起承転結した方がいいじゃん、うん、起承だけだったらさ、なんか最後結局この動画って何なのってなっちゃうから、うん、分かりやすく、うん、小学生の人が見ても分かるようにみたいなを、うん、すげえそれ大事だよね、学ぶ点が多い、そこに関しては本当に、うん、じゃあ学んでくれペチってやめろ、ペチおペチペチ、なんでもない、いや、なんでもない。じゃあ最後ぶっこいますよ。渡るくんは、うん、私が何々やってって言ったら大体やってくれる。で、何をやってくれて嬉しかったかというと、渡るくんの家で泊まった時とかに、まあ、たまに一緒にお風呂とか入るんですよね、うん、で、その時に私が湯船使ってる時に待って、何言うの、怖いんですけど、本当に俺って何言っていい？ダメ？ダメ？いいんじゃない？いいの？いいよいいよ、腹くくります、はい、うん、いいよ。私はこうやって湯船こうやって使ってる時に、うん、渡るくんこうやってシャワーこうやって浴びてるんですよ。で、渡るくんにペチペチダンスしてって言うと大体やってくれますで、ペチペチダンスっていうのはまあ男の人をね、ね、ついてるじゃないですか、ゾウさんが、うん、それを全裸の状態になってる時にこうやってやるとペチンペチンペチンってペチ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 、あれがめっちゃ面白くて毎回やらしてます、はいはい、なんでやってくれんの、なんでやってくれんの、ペチペチダンス、この動画で言われると思ってないから、あの時は全力でしょ今やってやんねえよ、俺がペチペチしてるとこをさ、うん、こんなたくさん見てる人の中でバレていいのやばいでしょ二人の秘密は二人の秘密であるってやつね、守んないと。ペチペチダンスはまあギリアウト、
あ、だって痛いんでしょ、結構。いや、痛くはないよ。本当に、うん、コメント欄にさ、大喜利で草むらに言われる、草むらかき分けたらいそうとか。そう、だポケモンみたいじゃん。ワダルっていうモンスターが出てきたら唯一の覚えてる技がペチペチダンス。それ攻撃守備守備相手が、あの、水鉄砲とかしてきたらペチペチって全部跳ね返す。あー、なるほどね。やるじゃん。なんかこれはなんつうんだろう、好きなところっていうか、こうだったらいいな的な願望が含まれてて、なんか趣旨が変わってきたぞ。ペチペチダンスやってるから仲いいだろうなって思うんですけど、うん、結構ドライなんですよ彼女。あ、そうだね、うん、だからもう少しこうなんつうんだろう、甘えてくるようなカノンさんをなんか隣で見たいなってのはあって、うん、そういうのがあの、なんか得意ではないって分かってるけど、苦手、もう少しこうその要素が出たら嬉しいなっていうのはちょっとちょっとだけね。結構視聴者さんに私怒られてよ前回、うん、なんか渡るくんとキスは私はあのなんか手もつなぐのも、うん、あ、俺も見てるちょっとあの苦手なんですよみたいなこと言ったら、うん、付き合ってんだったらそういうことぐらい してあげなよみたいな、うん、あのまあごもっとものコメントがたくさん来たんですよ、うん、インスタの DM にもツイッターにもそんなに来るの、うん、やばかった。いやでも本当まさにそうだなと思って反省しましたよ。でもそれがなんか義務感だとちょっと違うから、ね、そうなんか、ね、そう言われたからしなきゃっていうのは違うからさ、恥ずかしいんだよね。わかります、うん、照れると、うん、変顔したりとかするじゃん。それってさ、幼稚園ぐらいの男の子とかさ、よくしない、ね、照れるとさ、照れるとふざけたり、うん、文句言ったり、うん、まさにそれなんだよね。あ、わかりやすいね、めっちゃ。だからまだ時間かかるけども、私ができるようになるまでちょっとどこにも行かないでくださいよって。自然にそういうタイミングがあったら、じゃあ今あのキスしますよ、頑張って。あ、大丈夫です。あっ、うまい。いや、なんか何でもこう晒すと良くないからね。はい、なんか怒られた。え、怒ってないです。あ、でも、まあ、確かにそうだよね。全部見せちゃうと多分本当に面白くなくなっじゃあ、わかんない、なんか素人意見だけど、この間見たコメントとかだと、うん、激辛頑張って食べなくても他の動画でもちゃんと見てますよとか、だから無理しないでくださいねとか、あったかいコメントが多いし、ね、なんかあの渡るくんとの動画で一緒にこういうことやってほしいとかリクエストありましたら、ぜひコメントとかお願いします。いろいろ挑戦します。はい、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。ツイッター、インスタグラム、あとノートというブログみたいなやつかな、うん、普段動画で言わないようなことを中心に記事を書いたりしてるので、うん、よかったらそちらも画面下から見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。キスしちゃダメなの動画内で。え、ダメでしょ。ダメなの。終わった後だ、終わった後。いや、終わった後は大丈夫です。OK